1970年代には、集落があったらしい、あったんですけども、今もう全然なくて、その近くに神社あったりとか、まあ、昔から結構人が多くいたエリアなんですけども、今は本当に何もない、人も住んでないようなエリアに、今日は、行こうかなと思っています。ちょっとここからはね、歩いていこうかなと思います。ちょっと道も怪しくなってきたので、早速小屋がありますね。でその隣に祠があります。書いてたのかな、一族の墓です。ここだった場所ですね。もう今は完全に管理されてない感じでございます。
んなあの見たことないようなスプレーが。そこにもね、あの家が、まあ、なんか建物が屋根が見えるんですよね。こっち側に行ってみましょう。なんかね、家があったような雰囲気は残ってるんですけどね。本当にあの家があったような気配はしますね。ありますね。こんなとこにあの金があります。ちょっとなんか気になるものを発見しました。水道管なのかな、管があります、まあ、その関係で水がこんなにあるのかな。で、ちょっと道が悪いな。あそこにもね、なんか井戸ですかね。おそらくこの井戸からこっち側に水を引っ張ってたのかもしれないです。まあこの辺はみかんなのかな。結構ね、あのたくさんみかんの木がなってます。石垣ですね、これ。
くに長い間住んでないと思います。ただすごい木の実が落ちてあります。捨ててあるのか、まあここになっていて落ちてるのがちょっと不自然です。小屋があります。お堂かな。ちょっと行ってみましょう。もう多分近くで20年それ以上は人は住んでなかったんじゃないような雰囲気です。お堂と思ったんですけど、これは何でしょうね。この辺にしときましょうか。昔のやつですね。ほらですね。
黒クリームリンス、めちゃくちゃクリーム。いつの時代でしょう。相当昔ですね。離れみたいな感じです。はい、というわけで今日はねこんな感じでお届けしました。もうね完全にどれぐらいかな、もう30年以上は多分人は住んでない感じですね。もう確かにこの国土地理院の、地図では1970年代まではね結構家がこの辺集中してたらしいんですけども、最近の地図を見るともう建物もなく完全に土に帰ってるようなね、状態だと思います。で唯一ね残ってる家も、もう20年以上はね使われてないような、まあ、そんな雰囲気のある家でした。でもこれはもう本当に昭和初期とかもうそれこそ明治時代とかねこの辺はにたくさんの人が住んでいたと思います。というわけで今日はこんな感じでございます。結構ねここ探すの大変でしたけども、ありがとうございました。このチャンネルがいいと思います。